なんか分からないけど来ました。事務所。ウェルカム。ウェルカム。観光庁か。観光庁。ビザの関係とか。うん？来たっすってね。なんだろう。しかもこれ今もう18時6時なのにね、終わってないのかな。絶対仕事してるとは思えないですよね、インドネシア人として。ああ、誰か迎えに行くんだ。あ、サムスンね。なんか誰かじゃなくて物を。今6時半、今日一便は飛んだみたいです。なんとかうちの二便まで飛んでほしい。あー、飛んでほしい、飛んでほしいな。パプアニューギニア、ここもあれとあそこと同じように、バリと同じぐらい結構自然がやっぱり。ここからヘリコプターで出るみたい。ああ、セイケン、わあ、ヘリ飛んでほしい、ヘリ飛んでほしい、ヘリコプター飛んでくれ。軽量です、これ。ここ、一応飛行場。外で待ってますね。キャンセル。今日キャンセル。帰ります。泣きたい。その最後のところにクライマーが見えますね。見えます？はい、そこのザレバのところに。あそこいますね。うん、あ、はい、赤い、さっきして帰ってきた。今降りてきた人が見えます。どうでしょう。あと最後のピッチのところに見えますね。あ、ほら、あそこ怖いんですよ、落石。落、うわ、危ね、前後通った今。危ね、危ね、前後通った、お、危ね。あれ上の人が良くなる、ダメだね、あれ。あそこ怖い。上りはね、いいんだけど、下りね、もっとね、岩にくっ、あそこザレ場だから、はい、岩にもっとくっついておるよ、いい、危ないです。危ないです。下にいなかったらやばかったですね。、うん、今、すぐ横に落ちたじゃん。すぐ横でした。怖え。危ないです。あれ、ヘルメットが終わりですよね。終わりです。怖え。こんな姿で動き回ってます。ホテルから一切出てない。明日も飛べること。黒岡さんのタイはもう行きました。ベッドと自分のところの行き来しかしてない。ここの下にレストランがあります。そしたらスチュアーデスさんがすごいいっぱい泊まってるんですよね。交通の便がいいのかわかんない。ほぼ人が誰もいない。よいしょ。今日は一人ですね。倉田さんとカズさんとエさん、もう行っちゃったんで。柴田さんはいるけど、多分どこか。食事は高いの。あとジュリアン。毎食毎食サーロインとテンダーサーロインスープです。あとビール、まあ、めっちゃめちゃ何の不自由もないんですけどね。ネットも通じるし、シムがこじんまりして、今日は明日の朝行けることだけを常に思って。